はい、今回はですね、ちょっと思いがけないものを購入しまして、新しい機材導入という感じなので、また開封からやっていこうと思います。今回導入の機材はですね、本当にたまたま Amazon 見てたら、こんな安いの出たのかよっていうのがあって買ってしまった CNC ですね。これですね。これ厳密っていうのかな、結構 CNC、GRBL 系の CNC 結構いくつか出してるメーカーさんなのは知ってたんですけど、まあ今やっぱり相当安くなってますよね。まあついついポチってしまったという感じですね。ではとりあえず開封しながらちょっと喋っていこうかなと思います。ギリギリ俯瞰で収まる感じでしたね。では開封していきましょう。ですね、今私はですね、 CNC を2台持ってますね。1台はフロクソンでしたっけ、改造したものですね。あともう1台は半自作のものを購入して、そこから私が手を加えているものがもう1台あります。今回ちゃんと CNC として作られたものを購入してみたという感じですね。はい、開けてまず説明書ですね。いやー、結構ごたいそうな説明書ですね。さすがですね、日本語ありです。では中を見てみましょう。じゃじゃんと、こんな感じで入ってます。ざっと説明すると、これがボルト類だな、ボルト類ですね。しっかりとなんだか書いてあります。すげえな。そしてこれがスピンドルですね。まあこのスピンドルはまあちゃんと見て分かってたんですけど、しょぼちんのやつなので、これは後で要交換ですね。ウッドとかだったらこのスピンドルでも多分いけますね。そしてコンセントアダプター関係ですね。コンセント2つですね。何のコンセントと何のコンセントか、なんで2つあるんだろう。はい、そしてこれがサイドのレールって言えばいいんですかね。そしてドライバー、そんでもってこれが MDF の、なんて言えばいいのかな、ワークスペースって言えばいいんですかね。あ、結構しっかりした MDF 使ってんだな。正直この MDF のこの作業スペースに関しては弱いので、アルミに入れ替えようと思ってたんですけど、意外としっかりしてますね。結構びっくりだな。まあただ多分たわみは出るんじゃないのかなと思います。そして、多分何かしらのレールですね。すごい、これで全てですね。すげえな、結構驚きですね。こんなにパーツ点数少ない構成なんだな。上手にまとめている感じですね。はい、では改めて見ていきたいと思います。それにしてもすごいな、このコンパクトなシステムで CNC 実現してるんですね。いや、結構驚きですね。そんじゃ、まあ組み立ててみましょう。一応マニュアル見ますかね。素晴らしいですね、これ。日本語でしっかり
かりしたマニュアルが組み立てられてますね。すごいな。ちょうど私今仕事でマニュアル作ってるんですけど、結構大変なんですよね。まずはこれですね。まずはこの辺から組み立てるようです。おそらくこのくぼみのあるこっちが上ですね。なるほど。これ今1ギメのピンなんですけど、1ギメのピンをこう打っていくようですね。このメーカーさんすごい説明書しっかりしてんだな。普段説明書を見ない私でもかなり助かりますね。はい、これでとりあえず最初のワークスペースっていうのかなが終わりですね。で続いて Y 軸ですね。これが Y 軸の片方ですね。コントロールボックスがありますね。いろいろ調べてみた感じ、ここに GRBL のボードが入ってるような感じみたいですね。そして再び M5 の20機ですね。はい、ここで Y 軸完成で、次に X 軸ですね。はい、続いて Z 軸ですね。 Z は Z 軸は高さを変えられるみたいですね。とりあえずこの低い高さに設定しておきます。次はどうでもいいこういうケーブルマウントですね。これで基本的には終わりなんですよね。すげえなぁ。で、あとはケーブル関係を、これですね。これがコントロールボックスから来るのが、ここですね。あとは各種タイラップですね。タイラップを持ってしまいます。はい、完成しました。こんな感じですね。ツイッと寄ってみます。こんな感じですね。ちょっとディテール見ていきましょう。とここにサイドですね。サイドにコントロールボックスがあります。そして Y 軸のレールはこんな感じですね。これ中が空洞になってるんですね。で、台形ネジですね。で、裏側に回ってモーターです。モーターはそんなに大きくないですね。はい。で、こちらもモーターですね。こんな感じですね。で、裏面、ここにプローブがありますね。プローブと X と Z のケーブル。あとはスピンドルへの電源供給ですね。レーザーもここでやれるようですね。ここがレーザーかな。では Z 軸、モーター周りですね。Z のモーターがあって、これ海外の YouTuber さんも
言ってたところなんですけど、ここ惜しいんですよね、ここの構造。もっとこっちに、後ろにオフセットしてほしい部分なんですよね。剛性が弱かったら、ここは作り変えた方がいいかもしれない部分ですね。若干剛性をチェックしてみようかなと思う前に、X 軸ですね。この X 軸に関しても、こう中が空洞になっているフレームなんですよね。これ面白いな。このフレーム面白いですね。はい、ではちょっと Z 軸の剛性のチェックをしてみたいと思います。はい、では Z 軸のチェックですね。やっぱここの剛性が、この軸のこの剛性がないと、やっぱりアルミとかは結構削れないんですよね。そこがどうかなっていうところなんですけど、こう下から押してみます。あー、やっぱりここは弱いな。わかりますかね、動いちゃってるんですよね。このベースプレートも弱いのかもしれないな。ここの、なんて言えばいいのかな、なんていう部品だか忘れちゃったな。この棒が弱いって言ってる人がいたんですけど、というよりも これがたわんでるんじゃないのかなっていう気もしなくもないですね。ちょっとここだけやっぱり残念ですね。この感じだとやっぱりアルミをがっつり削るっていうのにはちょっと向いてないかなっていうマシンですね。もうちょっと剛性ないと、まあ、ここら辺は後でゲージを使って測ってみようかなと思います。はい、では今回は組み立てまでですね。ちょっと時間がないので、実動とか細かいところは次回やってみたいと思います。はい、今回ここまでです。ありがとうございます。